皆さん、おはようございます。上野貴子の俳句 TV、 今朝の一句、今日は3月の3日、ひな祭りの日ですね。お天気の方は晴れと出ております。昨日はね、雨でしたけれども、今日はいいお天気になるといいなと思います。それでは今朝の一句、松尾芭蕉の俳句をご紹介していきたいと思います。芭蕉は生涯に1000句余りの句を残したと言われておりますけれども、その中から毎朝一句ずつご紹介していきたいと思います。それでは今朝の一句、今日は松尾芭蕉308番目の句です。かりかけし、たずらのつるや、里の秋。かりかけし、たずらのつるや、里の秋。1687年、松尾芭蕉44歳の時の句です。それでは解説してみますね。群れをなして、刈られた田で、今年もまた、餌を取っているのは鶴であるな。美しい里の秋の風景であることよ。と、このように芭蕉は読んでいるのではないかなと思います。それではさらに細かく中身、内容を見てみましょう。まず俳句5、7、5、17文字、17音に、リズムが収まっているかチェックしてみたいと思います。まず上語、かりかけしと5文字で始まっております。そして次、中七、たずらのつるやと7文字。それでは下五、さとのあきということで、下五は5文字。今日の句、俳句5、7、5、17文字、17音にきっちりと収まっている句ということになると思います。それではさらに細かく中身、内容なんですけれども、まずこの中で俳句の季語はどれか探してみます。俳句の季語、どれかと言いますと、まず最後、里の秋。これが秋と来てますから、もちろんこれが季語。そして季節は秋ということになるわけですね。じゃあその里の秋、どんな里の秋を芭蕉は読んでいるのかということで、細かく見てみますと、まず「かりかけし」と始まっておりますので、この「かりかけし」というのが、群れをなして刈られた田であると。その「かりかけし」、狩られているっていうことですね。狩りって言ったら、こう獲物を取る狩りってありますけれども、稲狩り、狩る、稲を狩ってあるっていう方の狩り、狩るですね。なぜかというと、中七にたずらのつるやと来ています。ですからたずらっていうのが、群れをなす鶴であるということなんですね。鶴、
タズラというのが鶴であると、タズラの鶴やと言ってますから、これは鶴のことを言ってるんだなというのがわかると思います。で、タズラの鶴やと言っていますから、まず、借りかけっていうのが、借る、借りる、借る、鶴の群れが毎年この田んぼに飛来してくるであろうという、そういうこう前提があって、でそこに、草を刈って牛や馬などに食わせる、刈りかけしなので、刈ってそしてそれを餌として、与える、刈ってかけしということなので、餌としてそれを与える、そんなような、なんかこう刈った田んぼなどで、刈った後、こう刈った後ってありますよね、今でも田んぼを刈った後、田んぼを刈った後にそこに、刈ってこう、まあ稲をかけてあったりもするし、刈った後にとにかくこう、草、なんていうかな、餌などになるように、買って、そして、買ってあると、そこに。買ってあって、そして、狩りかけし、たずらの鶴屋、ということで、たずらっていうのは、たずらのたというのが、田んぼのたということなんですね。なので、田んぼの表、たずら、田んぼの見た目の鶴屋っていうような、そういうことなんですね。ですから、そして、その、たずらっていう、たずらっていう言葉には、縮めてですね、たずっていう言葉があるっていうことなんですね。その、たずっていうのは、田んぼの面の鶴ということを縮めて、たずと呼んだりもしていると。鶴のことを呼んでいると、田んぼにいる鶴のことを、たずなどというふうにも呼ぶと。そして、たずらのというのは、たずが群がっている。たずら村を縮めて、鶴たちが群がっている鶴の群れ、田んぼにたくさん鶴がこう飛来してきて、群がっている、鶴の群れというふうな意味合いをなしているたずらという言葉があるということなんですね。たずらということで、一つで鶴の群れということも表している。そしてこの次に鶴やと来てますから、これは間違いなく、まあ、縮めた言葉ですので、はっきりそうかどうかっていうのは前後のつながりによってきますよね。ですので、たずらの鶴やと言っていますから、これは完全に鶴のことだなぁと、田んぼに群れをなしている鶴ではないですかということを芭蕉は中七で言っているんですね。じゃあ最後はっていうと、最後は季語の里の秋と言っていますから、里の秋、秋ですからね、季語は秋、
里ですから、ちょっとこう、田舎、里の秋であると、場所が、隅田川のほとりに作っている草庵の区ではないなぁと、どこかちょっと山里はな、人里を、まあちょっとこう、山奥の人里とか、谷合の人里とか、そういったちょっとこう、田舎風の風景で、里の秋、ちょっと街中から少し離れた田舎の風景の里の秋ですねという、そういうことを最後下五に言ってまとめてるんですね。ですのでこれはちょっと隅田川から離れたところに、田んぼに群れをなしている鶴の姿があると、今年も、田んぼの餌を食べに鶴が群がってきていますねと、稲刈りをした後の餌のあるところに田んぼが田んぼの稲刈りをしたところに餌のあるところに、群れをなしてやってきています。あれは鶴ですねと、群れをなして飛んできているあれは鶴ですね。いや、もう秋ですね。この田舎の里はもう秋が来ましたね。鶴が飛んできていますよ。というような、そういうような、こう美しい稲刈りが終わって、ちょっと涼しくなった。寒くなってきて、真冬までの間に、そこに鶴が群れをなしてやってきました。もう秋なんですね。ということを今日は場所はこの句で、読んでいるのではないかなと思います。鶴というのは、冬の水鳥の中に、入れる場合もあるんですけれども、今日の句では最後に里の秋というふうに大きな秋という言葉ではっきりと言っておりますから、この場合には特に鶴を冬の水鳥として歌っているのではないというふうに、捉えてよろしいと思います。鶴というのは、まあ、飛来してくるんですけれども、必ず、冬にしかいないとは言い切れないんですね。いろんな季節に、まあ、日本のあちこちでいろいろな場所によっても、鶴を見る季節というのは必ず冬とは、まあ、言い切れないというような、ちょっと難しい習性があるんですね。ですけれども、やはり、冬に向けて、飛んでくる、群れをなして飛んでくるという、まあ、どちらかというと、冬の水鳥として捉えて、そして、冬の間、寒い冬の間に、よく日本ではよく見られるというふうに言われています。そして、季語としてもし捉えるんであれば、鶴来たるとか、鶴来る、鶴来たる、ということで、渡り鳥というような形で捉えるんであれば、鶴来たるとか、鶴帰るとか、そういった言い方をしていれば、冬にいるとを、ね、ほとんどが冬にいる鳥なので、鶴来たると言っていれば、秋の季語として、捉えても、構わないと思うんですね。ですけれども、鶴、この句の中では、たずらの鶴やということで、群れをなしている田んぼの鶴だというふうに、田んぼにたくさん群れをなしている鶴ですねと言っているので、これだけだったら、冬と捉えても間違いではないんですね。ですが、最後に里の秋と来てますので、秋はっきり言っているので、これはまさしく、買ったばかりのところに、買ったばかりで、まだ
田んぼに餌がたくさんある買ったばかりのうちに、鶴がやってきて群れをなしています。涼しくなってきた山里の秋ですね。人里離れた、人里って言っちゃうかしらですね。町からちょっと離れた里の秋ですね。田舎の秋に鶴がやってきております。田んぼにはもう鶴で姿がね、鶴の姿で田んぼもいっぱいになっていますよ。もう秋ですね。と、そういうことを芭蕉は読んでいるのではないかな。と思います。この句には何か前書きが添えてないかと言いますと、前書きといたしましてはですね、他の家殿下、他の家というふうに、前書きが添えてあります。ですから、殿下というふうに他の家っていうふうに前書きが添えてあるので、これはまさしく、田面の鶴、田んぼにいっぱい群があって鶴がいっぱいやってきていますね、もう秋ですねと、稲刈りもすっかり終わって田んぼはもう鶴でいっぱいですよと、ここの田舎の里も秋がやってまいりました、綺麗な鶴で田んぼはいっぱいですねという、そういうようなことを芭蕉は読んでいるのではないかなと思います。それでは今朝の一句、最後にもう一度ご紹介したいと思います。今朝の一句、芭蕉308番目の句です。刈りかけし田面の鶴や里の秋、刈りかけし田面の鶴や里の秋。1687年、松尾芭蕉44歳の時のです。それでは今朝はこの辺で、また来週、バイバーイ。今日はですね、ちょっと準備に手こずってしまいまして、配信時間が少し、遅れて始まりました。大変申し訳ありません。それでは今朝の一句、また来週、バイバーイ、さよなら、また見てねー。